4月2日、オスのフタが大量に出てきました。これだと数日中に分蜂しそうですね。他の群れも見ておきます。下につきそうな勢いです。杉箱は底板につきそうになったらします。一つだけ見かけましたが、一日経つとこんなに出ました。分蜂集合板、周囲が山ですので集合板にはつきにくいのですが、設置だけはしておきます。この群れも確認しておきます。数は増えはしています。ここにオス豚が出ています。分蜂の兆候です。先ほどの群れとは数日ずれてくれそうです。これもないよりはマシなので設置しておきました。この群れはどうでしょう。3群れ、少しずつずれそうで、同時期にならないようで、よかったです。待ち箱の位置を変更しました。